早く連れて行け。死体じゃねえか。死体じゃないよ、ミルビだよ。どう見ても死にかけだろ、苔生えてるし。ん、なになに。ふむふむ。この苔はお弁当だって。お腹が空いた時に食べて生き延びるんだって。なるほど。要するにこいつは怠け者か。世界で最も動きが遅い哺乳類。1日に 5g の葉っぱしか食べずに体に生えた苔を食べることもある。ちなみに哺乳類のくせに変温動物である。いいでしょ。却下だ。なんで。なんでもクソもないだろう、あんなの。ちょうどよかった。ミュービ君はいつも放課後教室に残ってるから困ってたんだよ。友達の君たちは彼女を寮に送ってってくれないか。いや、俺たち友達じゃ。踏み潰されたいのかね。わかりましたよ。連れてきゃいいんでしょ。ったく。ミュービ、行こう。ほら、さっさと行くぞ。そのスピードは実に時速180メートル。これはカメはもちろんカブトムシより遅い。日付変わっちまうよ。そして激しい運動をするとその熱で死ぬ死ぬ死ぬ。歩いただけだろう。ったく、しょうがねえな。今回だけだぞ。